のぞみとたくみのお掃除講座。こんにちは、のぞみです。こんにちは、弟のたくみです。そういえばこの間、トイレに酸性洗剤は使えないって聞いたんだけど、お店に行けばいろんな酸性洗剤が売られてるよね。これって結局使っていいの？ダメなの？確かにそう言われると迷ってしまうわね。それじゃあ今回はトイレや洗剤の説明書きを見ながら、トイレに酸性洗剤は使っていいのかを考えていきましょう。トイレの取扱説明書をチェック。まずはトイレの取扱説明書を見てみましょう。使えない洗剤には業務用の強酸性、強アルカリ性洗剤と書いてあるわ。でも家庭向けの洗剤には酸性か弱酸性のものしかないのよね。ここで禁止されているのは業務用の強酸性洗剤だから少し分かりにくいわね。業務用の洗剤でなければいいのかな。さらにトイレの説明書を見てみると、ウォシュレット本体の掃除は水で濡らした柔らかい布で拭く、汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭くとあるの。基本は布で拭くんだね。僕はトイレットペーパーで拭いてたよ。使ってはいけないものにはトイレットペーパーや乾いた布、ナイロンたわしとあるし、それは NG な使い方かもしれないわ。何より気になるのが中性洗剤でというところね。中性洗剤でってことは弱酸性の洗剤も使っちゃダメなのかな。でもそうなるとトイレクイックルのようなトイレ掃除用のシートも使ってはいけないことになるわね。大体のトイレ掃除用シートは弱酸性だし、シートの素材の面でも液性の面でもトイレ掃除には使えないことになってしまうわ。市販の酸性洗剤をチェック。次はトイレの酸性洗剤を見ていきましょう。トイレ用の酸性洗剤といえばトイレのルックやサンポールがあるわ。あとはクエン酸も酸性ね。トイレには尿石や水垢みたいな汚れがつくんだったよね。そう、尿石は便器の縁裏や水たまりのラインに、水垢は洗浄ノズルや便器の表面に鱗状についてしまいやすいの。どれも中性洗剤では落としにくいから市販の酸性洗剤があるのよね。それじゃあ次は市販の酸性洗剤の説明書きを見ていきましょう。サンポール、まずはサンポールからね。ボトル裏面の説明書きを見ると、便座等便器内以外に誤ってかけた場合は速やかに拭き取り、よく水拭きするとあるわ。これを見ると便器の内側には使えるけれど便座には使えない感じがするね。本当に便座に使うのが NG なら目立つように赤文字で書く気もするけれど、とにかく洗剤メーカーさんとしては便座には使用 NG ってことね。でも便器の内側には使っていいみたいよ。トイレのルック、次はトイレのルックね。使い方を見るとタンク、便座、床には液を薄めて使うと書かれているの。サンポールは便座 NG だったけれど、トイレのリュックは使ってもいい感じがするわね。トイレメーカーとしては中性洗剤で掃除してほしいけど、市販の酸性洗剤には便器の掃除に使えるもの、さらには便座にも使っていいものもあるってことかな。そうね、だからトイレ掃除にサンポールやトイレのリュックを使うのは最終的には自己責任になるわね。もしトイレが壊れてしまってもトイレメーカーさんは保証してくれないかも。酸性洗剤を使うとどんなリスクがある？トイレに酸性洗剤を使うのは自己責任になるってことは分かったよ。でも実際どんなリスクがあるの？一番は故障ね。便座の内側には便座を温めるための配線が通っているの。もし便座の内側や外側の隙間から酸性洗剤が入ると金属が錆びてしまうかもしれないわ。それとウォシュレットノズルの水が出てくる穴から酸性洗剤が入り込んで傷んでしまうこともあるわ。それはちょっと困るね。故障のリスクは酸が強いほど高いから、トイレのルックよりも酸性度の強いサンポールの方が万が一のリスクも大きいわ。それならもし便座掃除に酸性洗剤を使うならトイレのルックの方がまだ安心かな。他にも酸性洗剤を掃除に使うと便器内側の素材が傷んでコーティングが取れてしまったり、プラスチックが変色してしまうことがあるかも。使うときはできるだけリスクを減らしたいわね。リスクを減らすためにできること。酸性洗剤を使うリスクを減らすって具体的に何があるの？そうね、まずは酸性洗剤が便座の隙間やウォシュレットノズルの穴に入り込まないようテープで覆うといいわね。でもノズルを出している間はずっと水が流れ出てくるよね。どうやってテープを貼ればいいの？私ならノズルが出ている状態でトイレのコンセントを抜いてしまうわ。これもこれで故障してしまうかもしれないから自己責任にはなるけれど。なるほど、それなら自動でノズルが戻らないから
じっくり丁寧にお掃除ができそうだね。あとは洗剤の液だけではなく、ガスで傷んでしまうこともあるわ。お掃除中は換気扇を回しておいて手早く作業しましょう。便器に酸性洗剤を使うときも、洗剤をかけた後に蓋をするとガスが内側に充満してしまうわ。蓋は必ず開けて換気扇を回すようにしましょう。便器の頑固な汚れを落とすときなんかにやっちゃいそう。一番の対策は、そもそも酸性洗剤を使わないでお掃除すること。こまめにお掃除していれば、中性洗剤だけで汚れはしっかり落ちるわ。汚れが頑固になる前にお掃除するが一番のリスク対策よ。まとめということで、ここまでトイレ掃除で酸性洗剤を使っていいのかを話していったけれど、どうだった？知らないことばっかりだったよ。ここまでじっくり説明書を見たことはなかったな。そうね、普段なんとなくお掃除している場所も、取扱説明書を見てみると意外なことが書かれていることも多いわ。安全にお掃除するためにも一度チェックしてみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。